こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。ソシャゲ版アタリエシリーズ新作が発表されました。うん、主人公のビジュアルはいいと思うよ。いいと思うけどさ、やっぱ太ももが足りない。 1.5 倍くらい太く描いてくれなきゃもう満足できないよ。光栄はライザというキャラを生み出してしまった責任を取り続けるべきだと思います。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。話法、ビッグモーター店長、給料0円。もはや無法地帯です。FNN がビッグモーターのとんでもない実態を報道しました。店長の給与支給額が0円だったのです。もしかしてこれ、世界ランクアップチャンス？待ちきれないからもう大きくなっていい？世界ランクの前借りやめや。FNN のインタビューによると、2022年、ビッグモーターの元店長は、給与明細を確認してみると、給与支給額が0円だったようです。まあ、我々の業界ではよくあることです。ニートと一緒にするな、22日も勤務してたんやぞ。元店長は直属の上司に LINE で確認してみるも既読無視されてしまいます。既読無視は受ける。ところでゆかりさん、私が送ってる LINE、いつも全く既読がつかないのはなぜ？最近、キャベツ太郎のキャベツ成分はどこにあるのかを調査するバイトで忙しくて。ネットで調べれば一発では？その調査、心がないですよね。感は9代、直属の上司に無視された元店長は、別の担当社員に抗議。すると、その日の午後に給与は支払われました。しかし、これまでの支給額の半分を占めていた歩合給は、すべてカットされていた模様。ひほ、ビッグモーターを草だけではなく給料もカットする。FNN が入手した音声にて、その担当社員は、給料は給料日に払ってるから、止めてねえし。と言いますが、元店長が指摘を受けてから動かれましたよね。と反論すると、知らないよ。と完全論破されてしまいました。車の破壊、不正保険金請求、部品転売、街路樹の除草、車検の不備、給与未払い、ギリ2アウトってとこか？一発退場、登録停止定期、悪事の見本市か？担当社員は給与が支払われなかった理由について、店舗で起きた不祥事の責任によるものと説明。研究について言及したと。やかましいわ。経営計画書には身内が敵だとも書いてあります。そういう教えがあって毎日読み合わせしているはずです。毎日朝礼でやってる？やってないよね。と、元店長に逆切れした模様。確かに身内のせいで、窮地に追い込まれてるな。身内が敵、確かに一理あるな。ネット民の反応は、丁寧に証拠を残す善良な企業。下手な若手芸人よりネタ持ってるようなこの企業。連日無料 DLC をネット中に配布する神企業。最近走ってて BIG の看板見つけると笑いが止まらないんだが。等の意見がありました。個人的に気になるのが、給与未払いを良しとしていた上司たち。彼らは、もともとそういう性格なのか、もしくはビッグモーターという環境がそうさせているのか。私は環境が人を作ると思っているので、後者の意見です。企業風土ってやっぱり大事ですよ。だからといって、そういう人たちが私の会社に転職してきたら嫌だなぁとは思います。なんでしょうね、この矛盾。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね、定期。22日も働いて給料ゼロの店長と、1日も働かずに同じ結果を残す私。どちらが優秀か言わなくてもわかるよな。言わなくてもわかってるから安心しろ。以上、ボイスロイドどうでもいいニュースでした。続きまして、ボイスロイドもっとどうでもいいニュースです。話法、琵琶湖花火大会、格差の壁ができてしまう。これがベルリンの壁ですか？新型コロナの影響で中止が続いていた、琵琶湖大花火大会が8日、4年ぶりに開催されました。関西最大級とされるこの花火大会では、約1万発が打ち上げられ、地域住民たちは色とりどりに上がる花火を楽しんでいる人ばかりではなかったようです。実行委員会は、湖畔の道路沿い約2キロにわたって目隠しフェンスを設置し、物議を醸しました。これは有料観覧エリアを設置したことによります。大会の公式サイトでは、立ち見や座り込みで、道路に人が滞留して、事故が起きることを防ぐためだと説明。有料席は4500円から6万円のチケットを購入する必要があり、一部の地域住民からは反発が起きているというわけです。大きく話題となったこの問題、実は2017年からフェンスの設置はあったのです。今年は久々の開催ということもあり、有料席の数を増やした結果、無課金エリアが縮小されたので、より大きく取り上げられることとなりました。自治会長は、みんなが疲れを癒したり家族団らんで絆を深めようとしているのに、こういう壁を設けることで、
なんでこうせなあかんのやと、と反発。今回の開催には反対しますとの異例の決議文を主催者側に提出しました。一方、大会主催者側はフェンス設置について。チケットのない方には、いいイメージがなかったと思いますが、道路の安全を担保することができて一定の効果があったと考えています。次回はどうするかについては、まだ何も決まっていません。と語りました。なお、大会の経費は約3億円で、収入はチケット代が8割を占めており、フェンス設置コストを考慮しても、収益性は十分だった模様。個人的には、地元住民の心中は察するにあまりあります。地元民は花火の騒音混雑、ゴミ処理などを一挙に請け負うことになるのに、メリットないわけですからね。ただ、実行委員会側も苦渋の決断だったのでしょう。韓国の事件のように問題が起きてからでは遅すぎます。地元民はチケット割があったり、地元民優先開催日があってもいいと思います。ただどこからどこまでが地元だよ問題に発展するし、これまた難しいですね。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね、定期。それではあかりさん一言どうぞ。花火大会の翌日早朝、財布落ちてるかもしれんから現場に一番乗りしてます。そうですか、ありがとうございました。それでは最後に謎かけを。店長への給与とかけまして、せいろがんと解きます。まさか、払いたくないなんて言わないよね。給料ゼロなのにゆかりさんには額があったと。もうええわ。ご視聴ありがとうございました。